本日成人の日を迎えられた皆様、おめでとうございます。ご家族の皆様にも心からお喜びを申し上げます。今日は皆さんが主役であり、市民の皆さんも心から祝福してくれています。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、宮地楽器ホール大ホールにて3部制での開催となりました。また会場のお越しになることができない方への動画メッセージも配信させていただくことにしました。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。令和4年1月1日現在の小金井市の人口は124,617人です。小金井市で新成人となられたのは外国人住民の方を含め1175人の皆さんです。平成13年2001年4月の2日から平成14年2002年4月1日の間に誕生された皆さんです。2001年は21世紀最初の年であり、日本人野手初のメジャーリーガーとなったイチロー選手がメジャーデビューし、アジア人打者初の新人王に輝き、国内では小金井市に本社を置くスタジオジブリの映画千と千尋の神隠しが初公開されました。さて本年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。今日成人の日を迎えた皆さんは法改正前最後の20歳の新成人です。なお過去の新成人へのアンケートや教育委員会の議論の結果を踏まえ、小金井市では来年以降も引き続き20歳を対象に成人式を行うことと決定しています。社会への参画として、身近な地域への参加についてお伝えさせていただきます。成人になるということは社会人としての責任が伴うということです。皆さんはすでにいくつかの選挙を経験しています。これからも社会や地域の在り方、日々の暮らしやまちづくりなどに思いを巡らせていただき、選挙権という大切な権利をしっかりと行使していただきたいと思います。私は皆さんには今の小金井市のまちづくりや未来にどのような考えを持っているのか、その思いや声を発していただきたいと願っています。それが未来の小金井を作り上げる第一歩になると考えます。今日は皆さんに私自身も大切にしている2つのことを申し上げます。1つ目は、諦めずに夢に向かって挑戦していただきたいということです。昨年小金井市においては若い世代の方がスポーツの分野で大活躍されました。史上初の1年延長無観客開催という異例の中、東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されました。小金井市からは市内在住の4人もの日本代表選手が誕生し、私たちに夢と希望を与えてくれました。オリンピックではマラソンに鈴木愛子選手、陸上1万メートルと5000メートルに弘中リリカ選手、フェンシングサーブルに吉田健人選手、吉田選手は本庁賞一中の出身です。パラリンピックでは車いすバスケットボールに小田島理恵選手が自分の夢と目標であった東京2020大会への出場を果たしました。年末には小金井生まれ育ちの2人目のプロ野球選手が誕生しました。四松南中出身の東北楽天ゴールデンイーグルスのキャプテンを務めた茂木英五郎選手に続き、昨年末前原賞二中出身の山本啓太選手が福岡ソフトバンクホークスに育成9でドラフト指名を受け、小さい頃からの夢であったプロ野球選手となりました。今ご紹介させていただいた皆さんからさまざまなお話を伺わせていただき、共通点があると感じています。それは皆さんの道のりは決して順風満帆に歩んでこられたわけではなく、さまざまな困難や苦境、挫折やスランプなどなど、とても厳しい境遇を乗り越えてこられたことです。そして決して諦めることなく何度も立ち上がり努力を継続してきたことです。継続は力なりという言葉がありますが、この6人の皆さんはまさにそのことを体現された方々です。夢や目標に向かっていく精神力の強さが大きな力を発揮してこられたのだと思います。人は目標を立ててさあ頑張ろうと決意したとき、何らかの大きな障壁が立ちはだかるものです。新成人の皆様におかれましては、ぜひとも
どんな障壁が立ちはだかろうとも夢を諦めずに挑戦を続けていただきたいと願っております。人生は一度しかありません。失敗や挫折もあることでしょう。ホンダの創業者である本田宗一郎氏の有名な言葉に、挑戦した後の失敗より何もしないことを恐れろという言葉があります。一度しかない人生でありますから、新成人の皆様にはぜひ頑張っていただきたいと思います。小金井市といたしましても、皆さんの多様な挑戦を応援できる町でありたいと考えています。二つ目は、ありがとうの感謝の気持ちで自分の歩く道を見出すです。今日は海育ててくれた親、人生に気づきを与えてくれた恩師、一緒に苦楽を共にした友人、大切な人の顔を思い浮かべてみましょう。当たり前のことですが、たくさんの人たちの支えがあって今日の日を迎えられたことと思います。自分の心の中に思い浮かぶ方々にありがとうと伝えてみてはいかがでしょうか。きっと喜んでくれると思います。そして支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを持って、二十歳という節目に自分がどんな道を歩み、どんな人間になりたいか、そしてどんな役割を果たしていけるのか、熟考することも大切です。すでに目標が定まっている人はどうぞ突き進んでください。自分らしさや自分の持ち味に磨きをかけていただきたいと願っています。現在、新型コロナウイルスの新たな変異株であるオミクロン株の感染拡大の局面に入り、その影響が懸念されています。新成人の皆さんも引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組みにご協力をお願いします。本日の行動も新成人にふさわしい対応となるように、くれぐれもご留意の上お過ごしください。皆さんを含め社会全体で力を合わせ、長期に及ぶコロナ禍を何としても乗り越えていけるよう、小金井市といたしましても医療関係者の皆様と連携した感染症対策やワクチン3回目接種、市民生活や事業者の皆様への支援策に取り組んでまいります。今日は新成人の皆さんやご家族の皆様が心待ちにしていた一生に一度の成人の日です。懐かしいクラスメイト、部活で苦楽を共にした仲間、一緒に泣いたり笑ったりした友人に会える日でもあります。多様なつながり、心のつながりを実感できる温かい仲間をこれからも大切にしてください。地方から上京してきた方や外国から来られた方は、友人恩師、ふるさと祖国に思いを馳せ、自分らしくお過ごしください。今日の思いが記憶のレガシーとなる、生涯忘れることのない成人の人になることを心から願っています。新成人の皆さんが次の時代を作っていきます。先行き不透明で困難な時代を乗り越えていく皆さんのたくましさに大いに期待しています。最後に、成人式にご協力いただいた全ての皆様に御礼と感謝を申し上げます。特にご尽力いただいた新成人19名の実行委員会の皆様には心からの御礼を申し上げます。ありがとうございました。未来を担う新成人の皆様の前途を祝し、市民を代表し最大限のエールを送り、お祝いの言葉とさせていただきます。新成人の皆様、おめでとうございます。